ガブリエル・フォーレ・バイオリン・ソナタ第2番補単調作品108は近代フランスの作曲家ガブリエル・フォーレが1917年に完成したバイオリンとピアノのためのソナタ全三楽章からなるなおフォーレのバイオリン・ソナタは2曲あり1875年の第1番から42年後に第2番が書かれたフォーレ71歳の時であるバイオリン・ソナタ第2番は 1916年8月から1917年5月にかけて作曲された。この頃ホーレは友人のマイオ夫妻がエビアン・レバンに借りていたサフレット館で夏の休暇を過ごしており、第2番のバイオリン・ソナタはこの地で着手された。妻マリーに宛てたホーレの手紙によると、作曲は順調にはかどり、9月末の時点で第1楽章が完成。 ついで取りかかった第三楽章も半分出来上がり、第二楽章はスケッチ段階という状況だった。しかし、パリ音楽院の院長職にあったホーレは、その後入学試験をはじめとした職務のために作曲を中断する。全曲の仕上げは1916年末であり、翌1917年1月7日に、デュラン社と出版契約を交わしている。その後一部手直しを経て、 1917年5月に、脱行した。なお、フォーレは30歳の時にバイオリン・ソナタ第1番を作曲したものの、その後長期間にわたってこのジャンルから離れていた。フランスのフォーレ研究家、ジャン・ミシェル・ネクトゥーは、このようなブランクの原因として、オペラ、ペネロープの作曲に長期間を費やしたことや、ピアノ五重奏曲第1番の遂行に苦労した。 経験が強く残っていたことを挙げている。一方、第一次世界大戦中のフランスでは、バイオリン・ソナタが、約200年前のバロック時代にジャンマリー・ルクレールや、フランソワ・フランクールらが発展させた、フランス的ジャンルあるいは、フランスの美的伝統への回帰を意味するものとして、受け入れられるようになっていた。このような位置づけを明確にしたのが、クロード・ドビュッシーの最後の作品となった。 バイオリン・ソナタであり、ホーレのバイオリン・ソナタ第2番と同じ1917年に完成されている。ドビュッシーが打ち出した新古典主義音楽の流れは、シャルル・ケクランやフローラン・シュミットによって受け継がれ、アルベール・ルーセルやモーリス・ラベルらにつながってゆく。とはいえ、このような時期にバイオリン・ソナタを書くことについて、ホーレがどれほど意識していたかは明確でない。 1916年のホーレの手紙では作曲の動機については一切触れておらず、わずかにピアノ五重奏曲第一番の感情楽章に取り掛かった1903年頃からピアノとバイオリンのための作品が念頭にあったということが言えるくらいである。初演時のバイオリニスト、ルシアン・カペシ初演時のピアニスト、アルフレッド・コルトを1917年11月10日、 国民音楽協会の演奏会で、ルシアンカペーのバイオリン、アルフレット・コルトーのピアノによって初演され、同年デュラン社から出版。曲を検定されたベルギー王妃、エリザベート曲は、ベルギー王妃、エリザベート・ド・バビエールに検定された。エリザベート妃は、フォーレと信仰のあったバイオリニストのウジェーヌ・イザイと、共通の知人であるだけでなく、自身でバイオリンを弾き、内輪の演奏会では、 ホーレのピアノ50奏曲第1番の第2バイオリンを受け持ったこともあるなど熱心なホーレのファンだった。フォーレは後に作曲したピアノ30奏曲もエリザベート妃に検定している。なお、イザイはホーレのバイオリンソナタ第1番をたびたび演奏していたが、第2番は一度も演奏していない。これについてホーレの次男フィリップは次のように述べている。 この作品は1917年に世に出されたものの、イザイがそれを彼独自のスタイルで演奏するまでに至らなかったのは極めて残念なことである。彼はその時すでに恒例に達しており、何よりもまずこの作品を理解することができなかったのだ。とはいえ、この作品は彼のために作られたものなのである。もっとも彼がそれに気づいた時にはもう遅すぎたのだが、 フィリップ・ホーレ・フルミエ・ホーレの創作期間はしばしば、作曲年代によって、第1期、第2期、第3期の3期に分けられており、バイオリン・ソナタ第2番は、第3期に属する。本作は、ホーレが70歳を超えてから取り組んだ一連の、室内楽作品の幕開けを告げる作品であり、このバイオリン・ソナタに続いて、チェロ・ソナタ第1番、ピアノ50奏曲、第2番、チェロ・ソナタ第2番、 ピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲が作曲された。第一楽章で用いられているカノン風の処方は、船歌第11番や銅第12番のコーダ、オペラ、ペネロープ第一幕の最後の部分でも用いられたもので、以降のフォーレの室内楽作品にも特徴的に取り入れられた。また、左手の宿命的なオクターブ、長いパラグラフや小説、 外面的効果のための劇的なコントラストの回避、再現部やコーダで展開部を兼ねることによって、慣例的なそなた形式を崩していることも、ホーレ晩年ンンの室内落様式を典型的に示す。フランスの哲学者、ウラジミール・ジャンケラビッチは、この作品の主張である、ホタンチョウは、9つの前奏曲の、第9番や野奏曲第10番、同第12番、歌曲集、閉ざされた庭の、 砂の上の墓姫へ、弦楽史重奏曲などと共通する調整であり、ホーレにとって瞬間なものを示すと指摘している。しかし、クラシック音楽史、体系7ロシアとフランスで、ホーレの功を担当したロナルド・クライトンによれば、40年以上前に作曲したバイオリンソナタ第1番に見られた、みずみずしさはこの作品にも驚くほど残されており、先行する歌曲集。 イブの歌やどう閉ざされたには、オペラ、ペネロープなどを、カラクチワインに例えつつ、我々は、ホーレの新鮮な、若さをここで取り戻したと言えようと述べている。なお、ホーレは、晩年聴覚障害に悩まされながら、作曲活動を続けており、次男フィリップは、電気の中で、バイオリンソナタ第2番の冒頭部分や、チェロソナタ第1番のアレグロ楽章などを聴いていると、 彼が想像した音よりも、はるかに低いところで弦が鳴り、擦り切れしんでいるような印象を受ける。と述べている。これについて、ネックトゥーは、熟慮の末の作風の変化を、聴覚の欠陥に結びつけるのは誤った判断だと、批判している。バイオリンソナタ第2番は、若い頃の第1番より、火星や作曲技法において成長しているにもかかわらず、一般には、 1> 第1番の方が多く演奏される。ホーレの友人であったバイオリニスト、ウジエヌイザイが第1番のソナタをしばしば演奏したのに比べて、第2番を弾かなかったことは、初演、出版の節でもすでに述べたが、これに関連して、ネクトゥーは若々しい第1番は、以前から一般的なレパートリーとして取り上げられてきたが、第2番については、イザイに限らず多くの演奏家たちがその内容に、 戸惑い、敬遠してきたと述べている。このように、知名度の点で、第2番が第1番に遥かに劣っている点について、ネック2は、この曲が持つ崇高な楽層、独創的な火星処方、豊かな対応表現それ自体がこの作品の妨げとなっていることは奇妙だとする。またクライトンは、心に訴えるそなた第1番が、第2番より多く演奏されたとしても驚くべき、 ことではない。それは演奏会の主催者が大衆に第2番を聞く機会を作らないからであって、対はない。第2番が書かれて以後の西洋音楽に起こったことを考えると、この曲を敬遠する態度は馬鹿げている。と述べている。フォーレと信仰のあった作曲家のシャルル・ケクランは次のように述べている。結論として我々は今、現代の 第一級の古典的作品の一つに出会ったのだ。しかし、偉大な芸術家は常に作風を変化させてゆくが、彼の支持者の大半はそれについていけない。1875年のそなたの方が今もって、バイオリニストたちから好評を博している事実は、驚くに値しないが、もしどちらかを選ばねばならないとすれば、それは後に書かれた方であろう。シャルル・ケクランによる、 バイオリン・ソナタ第2番の評価第1楽章は同じく1916年に書かれた野草曲第12番と同じ歩短調であり、共通した暗い雰囲気を持つ。ここに見られる激しいリズムや緊張した火星、ピアノのオクターブ音程やバイオリンの反復音は曲が書かれた第一次世界大戦下の悲劇的な状況を思わせる。第2楽章は哀愁を帯びた異調で書かれており、 これは、バイオリン・ソナタ第1番と同じ調整でもある。次男フィリップによれば、この学章の中心主題は30年前に書かれた公共曲に単調の感情学章として使われたものである。晩年の様式の中に、若々しさや純粋さが再び姿を表しており、ホーレの作品中で最も心の金銭に触れるものの一つとなっている。第三音楽章は、ホーレが 室内楽曲の修学賞で好んで用いたロンド・ソナタ形式によっている。加えて、第一楽章に続けて書かれたこの楽章では、第一楽章の主題が再現する循環形式が取り入れられている。ネクトゥーは、これについて、おそらくはホーレが慣れ親しんでいたロベルト・シューマンのバイオリン・ソナタ第一番からそう得たものとする。なお、数ヶ月後にドビュッシーが完成させた。 バイオリン・ソナタでも循環形式が採用されているが、ネク・トゥーは偶然の一致に過ぎないとする。アレグロノントロッポ、ホタンチョウ、9、八拍子、自由なソナタ形式。ピアノによって荒々しさを秘めた第一主題が提示される。第一主題続いて、バイオリンがしなやかで伸び伸びとした複次的主題をそうする。この主題がピアノのアルペジオに支えられながら転調していく。 副次的主題バイオリンの第二主題は、徒長長、完美で、叙情的であり、第一主題とは、対照的な性格を示す。第二主題展開部では、二つの主題が、個別化したまま、定時部の順番通りに現れる。ここでは、古典的な考え方である、裁断された動機変化とその組み合わせによる、展開ではなく、法令独自の半音外法に基づく連続する、表現による、 いわば、変容となっており、より単純明快な形が打ち出されている。再現部からは、冒頭の9、8拍子から12、8拍子に移行し、火星、旋律、リズムの面で変化がもたらされている。コーダでも、変容の意味での展開が見られる。このため、学章全体を、ある種の変装曲として分析することも可能である。第1学章を通じて、 シンコペーションによるホーレの巧みなリズム処方が認められ、バイオリンとピアノの低音部あるいは右手との間に交わされるカノン風の表現が集結部の盛り上がりをはじめとした曲の輝きや高揚感を一層鮮明にしている。アンダンテ、イチョウチョウ、3、4拍子。三部形式に基づくが、二つの主題が交互に現れる A、B、A、B、A、B コーダの形に要約できる。 AAB の部分では2つの主題が対位法的に展開、結合される。第1主題は優美であどけなさを備えたバイオリンの旋律でピアノがこれを繰り返す。この主題は30年前に書かれた公共曲に単調作品40の感情学賞からの転用である。第1主題、第2主題はバイオリンの不安定で幅広い跳躍を持つ音程からなる。 第2種大ジャンケレピッチは晩年の厳しいスタイルの中にあっても初期の作品に見られたような感動的で新鮮な一面が垣間見られる例としてこの第2楽章を挙げている。またバイオリニストのエレーヌ・ジュルダン・モランジュは1918年にエビアン・デバンでフォーレ自身からこの曲の演奏について教わる機会に恵まれており彼女はこの楽章について次のように記している。 心に浮かぶのは、長い連続した旋律が突然予期せぬワオンとぶつかり、ひどく、ゴツゴツとしてくる様子です。それはちょうど、かんばしい花の香りのする手つかずの自然を思わせました。この楽章は抑制された喜びを表す上品なフレーズでできて、ロンド・ソナタ形式。三つの主題で構成される。繊細で物憂げな優美さを持つ、ロンド主題は、 晩年のフォーレの最も新鮮な楽奏であるとともに、自然でしなやかな楽奏は、バイオリンそなた第一番を思い起こさせる。また、第三道を中心として進展する、この主題の旋律型は、この学奏が発展してゆく支えとなっている。第一主題続いて、主要主題から生まれた断固とした調子と絶対的な、広がりを示す、第二主題が、バイオリンによって提示される。 第2主題第3主題はピアノが奇抜な曲線を描く。ここに見られるのは、奔放さ、全音音階の連続的使用突然のオクターブ跳躍、古代の舞踏アリアを思わせるような衝動的なリズムである。第3主題再現部では、第3主題は再現されず、代わりに第1楽章の第1主題と、第2主題が改装される。さらに修楽章の第1主題、 第2主題が展開される。ここに言う展開は、第1楽章と同様の変容的性格を持っている。コーダでは、踊るようなロンド主題の繰り返しによって輝かしく、高揚する。ありがとうございます。